ホドホドステーションセカンドにゃーでもわかる日米米安安全保保障条約4変遷すする日日後半戦です、はい、日本会議からつが提供します「ほどほどステーションセカンド」の時間ですナビゲーターは私ゆうちゃんですそして本日のお相手ははいふんちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いします本日のテーマは「にゃーでもわかる日米安保保障条約4」 え、変遷する日米安保のいわゆる後半戦です。文、はい、ちゃんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ先週ですね前回その日米安保の編成について、1980年代まで旅をしてきました。けども、うんはい、まあ旧安保期から60年安保のですね。いわゆるケネディ後のパートナーシップ形成期ですね。1970年代のいわゆるベトナム戦争後の日本の瞑想期ですね。はい 説明してきたんですけれども、今回はです、ね、その後の日米安保のです、ね、発展を述べていきます。はい、でまあ、えー、1990年代にですね、はい、こう何が起きたかというとです、ね、うん、日本国内ではです、ね、冷戦を終結したことで、日米安全保障の不要量が出てくるわけですよ。 つまり、日米安保保障も解消していいんじゃないのかと。つまり、ね、共産主義の母波堤であったわけやけんがですね。でも一方ですね、やはりこう自民党政権の保守政権下では、55年体制下で、日米安保の防衛の基軸として、堅持するという動きがあたんですね。うん、そうなんですよ。で、そうしてるとですね、はい、1990年に湾岸戦争が勃発するんですね。 いわゆるこうサダム・フセイン大統領のイラクがクウェートに侵攻と、うん、でクウェートのイラクへの併合を発表しちゃうこのね湾岸、うん、戦争の,そのクウェート侵攻の話はですね、うん、これあ,の、まあ元はイラン・イラク戦争に始まるんですけども、まあ、それは言ったら終わらん件が、うん、とりあえずまあそこでですね、うん、国連による撤退要求と経済制裁の後に1990年1月17日よりですね 多国籍軍が空爆を開始とで二月二十日から地上戦も開始されてまあ約一ヶ月後の戦闘の後ですねイラク軍は敗走してで四月六日に和平条件をですね規定した国連安保理決議を受諾したわけですよねそうなんですよまだ国連が昨日とったもとねでその時にですね日本はですね超ハタハの 国権派なんですね日米安保理決議より早くですね5月5日にはもう退落制裁を表明してるんですけども、うん、その後ですね、うん、まあアメリカ軍のサウジアラビア国内の展開が8月7日に起きてで日本に対してですね米国は人的貢献を求めていき 来るんですけども、うん、海部政権は平和憲法を立てにです、ね、その消極的だったんですね。で8月3日、他、えー、国政権軍に対して10億ドルを拠出する。10億ドルっていくらなるって計算すか。ところが当時はそパパ・ブッシュです <laughs> ブ,ブッシュのお父さんね、えーがえー、っと、まあ、少なすぎ、遅すぎとあ<ー>批判を受けて9月14日にさらに30億ドルの追加支出40億ドルも そうですすねね当時で多国籍軍はイラクに空爆を開始し、うんええー、いわゆる砂漠の嵐作戦かなで7月27日クウェートを解、えー、放するんですけども日本はですねさらに90億ドルの追加支援をして、うんまあ、それは日本に臨時増税したりとか国債発行をしてですね、うんまあ、追加を含めてですねさらにあのカーセレートの変動によって5億ドルの,その追加化して。 総額135億ドルの支援をするわけですねところが米国議会と当時の評価はひどくて日本は渋々財布を開いたいいや渋々で135億ドルとかそうそうびっくりでねここで大事件が起きるんですんクエート感謝広告問題、ね、あー 1991年3月11日に、えー、起きるんですけどもクエート政府はワシントン・ポストとかニューヨーク・タイムズなどの米国の主要新聞に全面広告を出して、うん、クエート解放のために協力している各国に感謝を表明したとでもそこには日本の名前がなかったあなんかこれ聞いた聞いた、うん、でね、うん、あ有名なほらこうだ。 て手がねこう日本で出ててんうん、うん、各国の,その国旗が書いてあるんだけど、うん、日本の国旗はな,なければその感謝の,その<ー>、えー、国の名前もなかったんですよだけどですね実はこれはです、ねはい、裏があって、うん、掘ってみるとなるほどそういうとこんなこと一切報道されなかったんだけども<え>、えー、まあ クのクエート感謝広告問題の影響というのがそのあとですね,、うん、ですね多くの日本の政治家にとってはも,うものすごくトラウマになっちゃうなるなる俺たちはこんなにやったのにと。結局、ASEAN 地を流さんかったら国際社会から評価されないと。で、まあ、そういうことで自衛隊のです、ね、海外派遣の議論が本格的にスタートするんですよ。うん、そのあとのですね。うん、でところがですね、この裏のからくりが、はい、なるほどなと思ったのが。うん まあ、135億ドル、約2兆円の、うん、ね当時ので二兆円のうち、うん、クエェート制に直接当たったのは、実は6億円程度だったんですよ。うん、ほとんどはアメリカ軍の,その軍事支援行動に使われていた、ええ、そうなんですよ。でだけどもね、6円程度しか直接当たってないにもかかわらず、クエート政府は日本に非常に感謝してたんですね、うん、アメリカ軍を支援してくれたと思って。 で感謝広告はクウェートの在中米大使の主導で企画された、うんうん、クウェートのですねだけどそこで、ね、リストアップをアメリカの国防総省に丸投げしちゃうんですでね当時ねジャパンアーツナンバーワンとか貿易摩擦とかでいわゆるこうジャパンバッシングの嵐の中でですね米国によって意図的に外されたんじゃないかって あーで結果として日本の自衛隊の海外派遣への道筋になっちゃうわけです。うん、あーそうなんで,すよ、うん、でねその日本の湾岸戦争支援に対する評価で実はね、うん、真実はちょっと違っとって、うん、物資は90億ドルの追加支援に実は感謝をものすごく表明しててで日本の人的軍事支援は憲法上無理って理解してたんですよ。 ブッシュがおったわけです。日本に少なすぎとか遅すぎとか言ってですね。で、に、で。米国の当時の中央軍司令官のノーマンシュワルツコフが言ってるのは。うん、日本の経済支援がなければ、作戦は破綻してたって。んなんですってよ。そうよね。うん、びっくりするよね。この金額。二、うん、兆円。<laughs> ね<え>。二兆円。当時の二兆円すごいよね。まあ。で、日米同盟を揺るがす論議がこの中であって。 平和を守るために国際責任をね、うん、金を出すだけで果たせるのかって、うん、日米同盟は縁の力だけで支えられるのかっていう論議になるんですんで。日本は平和を金で買おうとする国であっと言われたら、認識されたらね、うん、その時点で日米同盟の信頼は損なわれて、米国はそんな国のためにね、 国民の血を流すわけないでしょうああそうよねなんか気持ちは分からんじゃないけど、うんうん、っていうふうなね、うん、いやだってそうよねそうなんですで,、うん、でそこでですね、うんえー、慌てて日本は自衛隊のペルシャ湾の発見を決めるわけなんですね3月6日はドイツ政府がですね、はいはい、ドイツの海軍総機会部隊がペルシャ湾に発見される旨を発表しますドイツはですね実は NATO <っ>地域以外でのですね活動はですね うん、政権制限されてるんですね、実はね、ドイツ軍中の。それでもドイツ軍はペルシャ湾に派遣した総会部隊をね、うん、日本政府首脳は、ですね総会任務を定めた自衛隊法の99条、うん、キライトの状況、根拠として、ペルシャ湾に総会部隊を派遣する方針を4月12日に指示して、4月26日に出港9月13日までこの活動するわけです、うんでね。実は日本のの総会部隊のこう、ね、出動って 海上保安部時代にあったのがうん、うん、朝鮮戦争の後の嫌いな片づけを日本がしたりとかしてるでけで、うん、ああその時なんか戦死しとらすっていうそうそうそう<ー>そうなんですその時か,から今回初めてじゃないんだけどそうやってね初めてその海外ペルシャまで行ったインド洋まで行ったと<ー>でこれはもう、えー、大東亜戦争後初めてですもインド洋まで自衛隊の船が行ったのかねでその中で PKO 協力法っていうのができるわけですよ ね、国際連合平和維持活動に対する、えー、協力に対する法律というのが、うん、1992年9月 PKO 協,協力法化ですね、はい、自衛隊カンボジアに派遣したりとか、うんでまあ、その時に隊員は自衛のためにです、ね、最小限の武器ピストラという形態が許されるんですけどもで、ね、2001年の法改正によって自衛隊は PKF 国連平和維持軍 でこう維持活動じゃなくて維持軍まで参加が認められるようになって、うんうん、で2015年です、ね、平和安全法制化によって PKO 協力法は駆けつけ警護が追加されて PKO 法ってどんどん進化してます。うん、です武器使用制限がですね<か>権限が拡大してるんかこ何か聞いたことある、ね、そうなんですね、うん、でまあここでですねその日米安全保障体制がです、ね、意義が大きく変化していくわけですね、うんうん この中でアジア太平洋の平和と安定のために不可欠な枠組みという考え方になるわけですね、うんえー。1990年外務省防衛省はですね、アジア太平洋はペルシャ案も含まれるというふうに位置づけするんですよ。<う>で、宮沢ブッシュ会談の日米グローバルパートナーシップによる東京宣言というのがこの中で出されるわけですね、うんうんで。日米グローバルパートナーシップに対する東京宣言というのは、うん ジョージ、えー・ブッシュ大統領というメーザー記事が東京で首脳会談において、えー、決定されて日米安保重要性の再認識と同盟関係が世界の平和および安定を確保するための信頼性の維持と向上を宣言した、うん、これ以降ですね、うん、日米同盟という文,文言がですね初めて定着するんですよ。うんうん つ,つまり日米安保イコール日米同盟っていう意識がここで初めて同盟国として出てくるわけですだからこの日米グローバルパートナーシップに関する東京宣言って非常に重要な意味合いを持ってて日米同盟っていう初めて意識づけになっちゃうんですねうそうなんですよでねその中でですね、まあ、あの 1993年ですね大きな日本事件が起きて、うんうん、いわゆる55年体制の崩壊が起きちゃう、うん、自民党がゲアして <laughs>、うん、細川政権が中、ね、うなんですんでで極東で言ったら北朝鮮が NPT を脱退するとでその中で細川クリントン退団が1990年4月に行われるんだけども <laughs>、うん クリントントはです、ね、この時その北朝鮮の NPT 脱退に対して北朝鮮の攻撃計画を、うん、出案するんですね。うん、でクリントンはですね細川に海上封鎖を含めた北線攻撃のです、ね、支援を要請するわけですね。うん、だけどまあ防衛庁は全く何の準備もできてないわけですよ。うん、法律的にもそうですしね。で細川は自衛隊海外派遣も応じる姿勢を。 頑固として守るここで,ですねもう日米安保の信頼性が大きく揺らぐ危機がやってくるわけですねでだけどまあタ田元大統領が北朝鮮に訪問したことと、まあ、細川政権が退陣したことで危機回避になるんですけども非常にこの時にですね日米安保って55年の体制の崩壊と,とともに日米安保の危機がこうやってくるわけですでそうしているうちにですね1990年6月に 村山最政権あ最悪先、うん、最悪軍ぐらいか先駆けで,す、ね、でまあこれがですね非常に面白いのが社会党っていうのは非武装中立だったでしょう、うん、ずっとねところがここで日米同盟検事と自衛隊合憲をですね,ね,ですね村山富一がですね言ってしまっしたうでまあ新党分まで5 5五0年体制を崩壊する中でうと,とうとうその社会党もこれで崩壊していくわけですね だけどです、ね、まあ、その中でもです、ねうん、米ソ冷戦終結後、在欧のです、ね、ヨーロッパの米軍が30万から10万に削減される中で、うん、アジア太平洋軍はです、ね、30万人を維持しているわけなんです。で、そうしよったらです、ね、橋本政権が、はいね、またアメリカとの結びつきが強くなる橋本政権です、ね。で 橋本政権がしたことっいうのは日米安全保障共同宣言って、これを今までこうちょっとこう離れとった日米安保のグッと託りをすることするんですね。うん、で、橋本首相とクリントン大統領会談でそれを発表すると。で、21世紀に向けてアジア太応地域において安定的で反映した情勢を維持する,持するための基礎であるということを言うわけですよ。この2人がですね。うんで まあ日米安全保障の信頼性を高める上で、まで、あ、ガイドラインの見直しをしましょうと、はい、それから物品総合提供のです、ね、協定の促進をしますとか、うん、まあ装備技術分野の総合交流とか弾道ミサイル保援に関する研究における協力をしましょうと、うん、まさに谷口最長の原点がこれ辺にあるわけですよね。そ、うん、そうねそうなんそんぐらいねねねんでです、ね、ガイイドランンンが97年に政権のクリントン 大統領下で策定されるとでこれが画期的なのはですね、はい、まあ、えー、平素時とその有事に対する、えー、が概念の中で周辺自体を想定に追加したんですね初めてそ<ー>の時に周辺、ね、そうなんですよで日本に対する武力攻撃に対しての対処行動等をそれで決めると、うんうん、で周辺自体の米軍の後方支援をどうするかとかで日米間の調整メカニズムをずっと構築していきましょう。で それで99年の5月にガイドライン関連法というのがまあ橋本政権の後のその小渕政権下で作られるんだけどもまあそれは周辺事態法案とねそれとあと自衛隊法の改正案が出てでえ海外による日本人を救出するのにいろんな手立てをこう増やしたりとかですねそれとあとまあ日米物品総合益務 えー、協定、ねえー、を改正したりとかですねで湾岸、まあ、戦争の対応で日米安保の信頼者最大の、ね、こう危機を迎えるんだけども結果自衛隊の海外活動の道が開かれてで政権交代で,です、ね、日米安保が揺らぐ中でですね、まあ、日米同盟という。うんあのー 概念が確立してですね、うん、で日米安保の意義はインド洋も含めた地域の平和と安定の目的のために拡大していったのがこの時期なんですよ、うん、よで周辺自体というが今につながる感じよですね。つまり日米安保というのは日米の枠を超えて湾岸、うん、戦争トラウマ期を乗り越えていくわけですねで。そして次にやっていくのが日米安保グローバル化期というですねいわゆるこう真の同盟集団的自衛権を目指していく道をたどるわけですね。うん で非常にやっぱ面白いのは2001年にアメリカではブッシュ・ジュニアですね,ね、えー、ジョージ・ブッシュ・ジュニアです、ね、<ー>の、えー、誕生と、ね、4月には自民党ブッコワースの小泉政権が誕生するわけですね、こ2001年ですね。うんうん、で、その中で,です、ね、9・11テロが起きるわけですよそうだったね,ねそうなんですよ。 えー、2001年の9月11日でちょうど旧一時テロの直前にですね、はい、日米講和条約とですね、うん、日米安保条約の50周年の記念式典が日本とアメリカで9月8日に行われているんですよその直後だったんですねうんなんか関係あるってやろか関係ないですけど旧一時テロ勃発でしょでブッシャーでも即座にですねテロとの戦争を宣言するんですねで 日本に対してね、少座不グ、人的な貢献も求めるという。うん、で、湾岸を繰り返すなっていうのがですね、うん、こうアメリカの態度になるんですね。うん、で、小泉首相はですね、非常にこの時対応が素晴らしくて、うん、早くてですね、即座に米国支援を表明して、うん、情報収集、医療、輸送支援のためのです、ね、自衛隊派遣を表明するわけですよ。でね、物資は日本の支援を 高く評価してブッシュコイズム関係はもう非常に緊密なものになるんですね。うん、で、えー、10月7日米国のアフガン攻撃開始して10月20日に、えー、日本ではテロ対策特別措置法を成立わずか600時間ぐらいの,その質疑でこういうのを決,決めるんですね。で日本はですね。 給油のために10月9日に月日出港していくわけです、うん、なんとですね、うん、このテロ戦争の中でですね米軍使用燃料の40%がこのインド用の補給で賄ってななった日本が<の><ー>で2002年にはイージス艦も発見した、はい、で<ー>空自においてですね航空自衛隊においてはそのグアム輸送任務したりとかで開示による 米空母キティホークの護衛だったりとかですね日本は積極的に支援するわけですねでですね、まあ、日本国の対応の影響で日米同盟はもう非常に革新的なものなんだっけこれですね、うん、日本とアメリカの関係がですねで、まあ、さらにですね、まあ、テロとの対戦争に対してですね小泉の やっ当時もともと小泉政権って国民の人気で刺されてもらったんですけどもそういうのもあってですね自衛隊海外派遣のです、ね、理解と支持がものすごく広がったんです結局これでですね。うん、そうなんですよでここでですね一、うん、つ問題なのが、まあ、これ現在でも否定的なんですけど、うん、ブッシュ・ドクトリンってブッシュ・ジュニアが出した、ねうん、方,方針があって。うん テレリストおよび大量破壊兵器を核戦させないために、<ー>ならずモの国家に対して必要に応じて先制的自衛権を行いうると。うん、つまり先制攻撃しちゃうと。はい、相手がわならず者だったらと。で、2003年のイラク戦争はこの武将独取りによって正当化されるわけですね。で、イラク戦争が2003年に起こ,る起こるわけですけれども、イラク戦争はです、ね、イギリスとオーストラリアとポーランドのいわゆるリ有シ連合。うん 多国籍軍なんです、今度は有志連合によって。イラク武装解除問題の大量破壊兵器補充における。えー、いわゆる、こう。<ー>進展義務違反を理由とする。イラクの重作戦の、名のもとに、えー。イラクに侵攻したことが始まったわけです。つまり、イラクが大量破壊兵器を持ってる。隠し持っとるって、何かあったね。あったね。ところは、これ、出てこんかったわけです。ああ<ー>、<局>そうですよね。でも、これに関して。 ポー,ポーランドとかはですね裏切られたっていうところんあってんです、ね、アメリカに騙されて、うん、でそこで日本はイラク特措法を作るわけですよ。うん、イラクにおける人道復興支援活動並びに安全確保活動の実施に対する特別措置と。うん、で12月には航空自衛隊イラク派遣輸送業も。で2004年1月には陸上自衛隊が派遣された。うん、例のヒゲの隊長。ヒゲの隊長佐藤さん。佐藤さんいい。さんね、<laughs> そうなんですよ。 でその中でまあ小泉、ね、純一郎が、えー、退任前に言った言葉があって、うん、ブッシュ小泉会談2006年の6月ねもう小泉は総理大臣を引くって自分で宣言しとってですね 21世紀の地球的規模での協力のための新しい日米同盟という言葉を言ったんです。地球的規模での協力のための新しい日米同盟。いわゆる極東条項を拡大して日米同盟をグローバル化するということを明確に打ち出したんですよ。今後そこ。うゴゴそうなんですよ。まあ、このですね、えー、ここでやっぱりこうどんどん編成していく中で一人ですね。 第10次大アメリカ合衆国の国務副長官というこのブッシュ時代のですね、うん、がレポートを出しててですね、アンビテージレポートっていうんですけど、これね、えーと今、最近のやつは第5次のレポート,、うん、ポートが出てるんですけども、まあ、いずれも日本の国防政策と日米安保に関するレポートなんですけども、えー、で日米安保政策に少なからず影響あるんですけど、うん、この時のそのアンビテージレポートが示してるのは非常にです、ねうん、分かりやすいのは、 負担担のの分担からです、ね、力の共有へと変わったとより対等なパートナーシティより大きな貢献に一歩前進したっていうのがアンミテージ・レポートで言われてるわけですね。うそうなんですよでそうしようるうちにですねこうアジア極東アジアもどんどん変わってって、うん、中国がどんどん軍拡していくわけですね。で2000年代以降中国の尖閣上陸やってり巡視性の、うん、漁船衝突とか。うん 尖閣をめぐり中国は活動を激化していくわけですよね。で GDP 増大に支えられて、対前年比10%以上の軍事費をどんどん増大していったわけです。これいつかやったんですねマツヤンでしたね。あっね。びっくりするぐらい、うん、でそれからウクライナ空母を購入したでしょ。うんうん、で、あ、両年、料年だ、ね。料年、料、え、年、ー、料年。割り上げですね。で小泉政権からの2004年の防衛大綱で初めてですね。 中国の軍拡問題視してるんですよ。ええ、もう十八年十九年前か。前からです。はあ、でね、片山。北朝鮮を見るとですね。北朝鮮の核実験とミサイル開発と。うん。まあ、千九百九十三年のですね。日本周辺のミサイルのど、うん。ね。 金ちゃんのどんとやってみようってやつですね。うん、の一号発射が初なんですけども <laughs>、うん、2006年からの10月最初の核実験をしてその後計6回核実験をするんですね。2009年以降ですねもう,こうミサイル発射が向上化していくわけですよ。最近ものすごい毎月ですよ。そうでういう北 アジア情勢もです、ねうん、緊迫する中ですね、小泉首相が退陣した後に、日本の政局がごろごろ変わっていくわけですね、うん、いわゆるこう1年ごとに総理大臣がわって、うん、それからつまり安倍さんがなって、福田さんがなって、麻生さんがなってって、でだけど結局、民主党政権になっちゃうでしょ。うん、で、民主党政権設立、日米同盟に日びが入りかかるんですよ、っぽんですよ。うん 若すぎやんね、うん、米国追従から自主外交路線へって発言して、うん、で普天間移、ね、設問題で最低でも県外へとか言ってで,でも結局無理っていうのは、うん、あと僕も自分で言うとやつも、ね、結局最終的にねうん、うん、で自分は勉強不足で, <laughs> <勉強 S 2> で米国の不審どころかですね <laughs> 裏切られたけど沖縄県民にも寄存だってほらもうトラストミーとか言って <laughs>、ね、俺も信じてよって <laughs>、うん、誰が信じられるかみたいな話だったでしょ。 だけどね、その中でカンナオト政権の時に、うん、東北大震災があったでしょ、うん、そしたらねそこで友達作戦で日本人の意識を変えそうですよねすよあのエルドリッジ博士ねそうそうロバテルドリ博士そうしてるうちにですね第二次安倍政権が誕生して第二次安倍政権はですね積極的平和主義,主義を掲げるわけですねで国家安全保障会議を設立して、うん、で武器輸出三原則の見直しとか防衛 移転三原則を、えー、策定したりとかですね、うんでえー、2013年の対抗で初めてグレーゾーン自体を初めて織り込むわけですね。そうなんですよで、まあ、そうやってこうぐっと安倍政権がですね日米安保をまた引き寄せてくるわけです日本にですね。うんうん、でその中で2015年のガイドラインを策定するわけですね。はい、これ2015年の4月に改定されるんですけども。 集団的自衛権の行、ね、使、ね、の一部容認、ねえー、日米の防衛のです、ね、質量をともに拡大させると、うん、いうことをやっとね、それとです、ねまあ、日米同盟を総務的に進るためのです、ねうん、お互いの、ね、こう義務を強めるための取り組みを新たな段階に進めていくわけですね。まあ、言ったら、えー、平時から利用可能な同盟の調整メカニズムを作ったりとか。 日本有事周辺自体の3つの分類にね、うん、平時と日本有事と周辺自体の3つの分類に変更して、うん、グレーゾーンっていうです、ねうん、平時から有事までこう途切れのない事態を想定したりとかですねで集団的自衛権のさっき言った限定的交渉を認めた閣議決定をですね、うんえー、このガイドラインに反映したりとかしてるわけですでその中でですね、うんうん、平和安全法則が、えー、制定されて 自衛隊法、周辺自衛隊法、うん、船舶検査か活動法とか、えー、国連 PKO 法の改正、さっき言った可決警護,、うん、警護ですね、でまあ、自衛隊の役割拡大、で何が特殊すべきかって、存立危機事態への対応をです、ねうん、決めるわけですね。うん、で、存立危機事態の場合、日本がやばいという時には、米国を助けますよという集団的自衛権。うん でより日米同盟はもう総務性が高められて対称性が増していくわけですよ。うん、でそこでですねその安倍政権が何が画期的やったかというと自由でひ<ー>開かれたインド太平洋戦でもですねで安倍さんはですね実は2012年の12月にですね英運、うん、論文をこう発表しててアジアズ・デモクラティック・セキュリティ・ダイヤモンド。 いわゆるセキュリティダイヤモンド構想っていうのを提唱すするわけですよ、うん、ハワイと日本とオーストラリアとインドと<ー>このダイヤモンドでねその<ー>アジア太平洋を守るというねでそこで、えー、日米強引戦略クアッド枠組みを作るわけですね。うんうん このクワッドはですね一,一番最初の会議実はね、第一安倍政権の2007年の5月に最初、行われて、うん、あいる、ね、安倍さんのでですね、これがあトランプ政権の対中強硬姿勢を後押しするわけですね。うん、で、日米強引艦でさまざまな軍事演習がそれからきっかけを行われるわけですね。うん、でなんとです、ね、アメリカっていうのは面白いのがアメリカは太平洋軍だったんですけども。うんこの ここら辺のね、こうアメリカの海軍さんがですよ。はい、それがインド太平洋軍と名前を変えちゃうんですよ。<ー>安倍さんの影響なんです。二千十八年の五月インド太平洋軍と名前を変えちゃうんですね。そうなんですよ。まあ二千年代に入りですね、うん、テルトの戦争は自衛隊の海外派遣の道を広がり、日米安保のグローバル化のきっかけになってですね。うん、で、まあ極度における中国の軍拡とか。 に対してです、ね、安倍政権の積極的平和主義の思想のもとですね、日米同盟を軸としてアジア太平洋戦略へと、えー、拡大していったと、集団的自衛権の一部容認やったりとか、自衛隊の武器使用の拡大だったりとか、うん、防衛技術移定の容認など、より実践的で強固なものに進化していったわけですよね。 この2週間まとめると極東条項に示されるように我が国の知性はこの地域の安定の重要な一因であってそんな中で日米安保の誕生はま必然だったわけですよ、うんで。日米両国は安保の誕生から今日までにその日本の防衛のです、ね、基軸であって、えー、極東の米国のプレゼンスの核であるということは間違いないと。うん 数々のいろんな変説の困難を乗り越えて、うん、日米両国は互いに強い同盟関係を構築して非対称性の解消とかより総務的な関係を構築していったっていうのがですね、うんえー、これまでの日米安保の変遷の歴史です、うん、でよりですねこう同じレベルまで上がってきたっていうところがですね,、うん、ね一方的にっていうんじゃなくてね,うね,こうね最初聞いた時のね 今日四回目終わりなんですけども、うん、次回はですね、うんえー、次の機会の時は最終回考えてますけど、はい、日米安保の構造的な問題とかですね、はい、我が国の憲法との関係を考えて、ねうん、まあ日米安保の未来を探れたらいいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。さあ、本日の歩道ステーションセカンド、うんえー、いかがでしたか。本日の放送は過去の放送は YouTube チャンネルにでもご視聴できます。 YouTube チャンネルで「FM からすほどほどステーション」とご検索ください。本日はこれまで皆さんも一日ほどほどにお過ごしください。はい、さよなら。さよなら